行徳の小物でチャーシューワンタンメン食べましためっちゃ美味そうでしょ東西線のね行徳駅にやってきたんですよコメント欄でめっちゃ美味いラーメンあがるって教えてもらってやってきました で、開店10分前の9時50分に行ったらね、もうすでにめっちゃ並んでてね、もう15、6人並んでましたね。いや、これは参ったなぁと思ってね、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、せっかく行ったんでね、ね、並びました。で、40分くらい並んで、やっと店入って、チャーシューワンタンメンの塩がうまいって聞いてたんで、えー、注文しました。1300円です。で、またしばらく待つんですね。で、店内こんな感じで、広々とした感じです。 今この時点でね、開店からもう30分経ってるんですね。で、席に案内されて、で、この下にカバン入れるところがあって、これ親切ですよね。カバン入れるれてね。で、卓上には味変のフライドオニオンとか、ラー油とか、胡椒とかが置いてます。水はセルフですね。厨房はほんと綺麗に整頓されてね。で、これ私の座ってるところがちょっと見えにくかったんですけど、大将こんな感じで平たい猿でね、 一人一人の麺をきれいにね揃えて取るんですけど、まあ、きっちり一人分取ってるんですねこれはまあ遠目に見てもこれは全部同じ分量取ってるんのやろうなという感じでこれはあのー、職人技を見る思いでしたねはい来ました塩チャーシューワンターメンです美味しそうですね すでに開店から55分経ってます。なかなかの待ち時間でした。まあやっぱり結構ね、丁寧に作ってるからね、時間かかるんですよね。ほんで、チャーシューとかワンタンを受けて、麺見たらこんな感じです。綺麗な麺ですね。もうサラッとね、揃って綺麗な麺です。まずはスープ飲んでいきます。美味しいスープで、魚介がすごい効いてますね。でまずはちょっと海苔を片付けまして、早速食べていきます。 麺がすごいツルツルしててうまそうですよね。ああ、これはうまいですね。ほんまにうまいですで。続いてワンタンに着手します。この生姜が効いててね、すごい美味しいですね。で、この周りが赤い、なんかこの金華ハムみたいな見た目のこのチャーシューもね、すごい弾力があってね、肉がすごい美味しいですね。うまみがすごい詰まってる感じです。 はい。あの、大変静かにできないお子様がいらっしゃいます。あの、静かな店なんですけどね。親も注意しませんね。何も。え、ズルズル摺ってたら、お子様はお帰りのようです。で、フライドオニオンをね、味変で入れていきます。これもね、美味しいんですよね。 ずるずるすすっていきます。で、まだこのちょっとこの辺でね、味変で胡椒を振ります。胡椒もね、よく合いますね。いや、美味しいです。まあ、この後ひたすらこう麺食って、チャーシュー食って、麺まくって、っていう感じなんで、早送りですけど。 あ、ちょっとね、今、ラー油かけてね、ラー油もね、よく合うんですよね、これ。まあ、全部がなんか、もう、丁寧に作られたラーメンやな、っていう感じでした。めっちゃうまかったですね。スープも綺麗ですよね。はい、綺麗に食べました。美味しかったです。ごちそうさまでした。でも、醤油ラーメンもちょっと食べたいよなということで、1ヶ月後に、また行徳にやってきました。 ちょっと時間が空いてしまいました、ねあの。本当はね、あのー、もっとすぐ来たかったんですけど、いろいろちょっとあって、なかなか来れなかったんですけど、今回はね、9時半に来たんです。さすがに30分前に来たらね、空いてるんちゃうかなと思って来たらね、やっぱり空いてましたね。あの、そんなに並んでなくて、街3人で4人目に入りました。ラッキーでした。で、チャーシューワンタンメン醤油味、1300円を購入します。 なんか寝癖がすごいですけどね。髪の毛もなんかエラーがしゃけてますけど、これね、多分ね、ライトの真下でね、まあライティングの関係ですかね。あ、寝癖はなんかよくわかりませんけど。はい。チャーシューワンタンショーいきました。はい。正面から見たらこんな感じです。うまそうですねで。デジカメでも撮ってみたんですけど、やっぱりデジカメだとね、ボケ味が入ってこう、綺麗な感じに取れます。早速食べていきます。 のり、はい、をよけて、まあ、麺が綺麗なのは分かってるんでもうあえて見ずにまずスープを飲みますあの私実は丼持っていくのが好きでねラーメンはあチャーシューもねチャーシューしゃぶはワンタンもうまいですよねだしはねやっぱり醤油が好きなんですよねあの塩を紹介いただいた方にはちょっと申し訳ないんですけどあの醤油好きですすいません やっぱね、この麺がね、本当綺麗でねで、やっぱ美味しいですね。この醤油味のスープとね、よく合いますね。はい、もうどんどん食べていきます。夢中で食べていきます。美味しいです。もうね、こうずるずるね、食べてるんですけど、この麺ね、意外によくやるんですよね。あの、最初見たとき、さらっと揃ってるから、そんなに苗み,みたいに感じるんですけど、 でも結構な量の麺が入ってるんですよねこれね食べ応えありますねはいどんどん食べていきますあっという間になくなりましたこれね魚介の効いたね醤油スープで綺麗な色ですよねほんます見切った綺麗なスープでね最後までかなり美味しかったですね綺麗に食べました 美味しかったです。ごちそうさまでした。おまけ、営業時間注意です。あの、普通のラーメン屋へでって夜に来たらね、閉まってますから、16時で閉まってますからね、注意してくださいね。ほんで、あと火曜日定休ですから。で、おまけそのに、行徳駅前は楽しいということで、この豚カツ屋、彦田っていうところね、なかなか注目ですね。 あと、餃子の帝王とかね、なんか、名前が楽しそうじゃないですか。298円からとか書いてますけど。で、線路の下はね、日高屋にね、ココイチにね、ゆで太郎もつじろその反対側にはね、松野屋、マイカリー食堂、松屋って、松屋シリーズがずっと続いて,て、上にはガッサと、カラヨシなんかもあったりして。で、向こうには、ドトールも見えますね。すごいですね。楽しいですね。洋徳駅前。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。